い、まあ2年に1回ぐらい、あのうわ繰り出されればいい、繰り出さればいいじゃないな、繰り出されるぐらいの大事件が1週間に 2,3 回繰り出されるんや。なんかおかしいよね。なんか一人だけ2500年ぐらいにいるのよ。だから1週間に3回ぐらい年越してるから、こっちはなんでこんな大事件が起こるの、ね、年に1回。マロだ、何、なんか神様はさ、乗り越えられる試練しか与えないみたいな言葉ありますけど、私ばっかり与えすぎというか、もうちょっと乗り越えられそうな人発掘してほしいっていうか、もうキャパオーバーなんですよね、正直言って。もうね、今すぐ話したい、どんな事件があったのか。でも話せない、さすがに真新しすぎて。なので3ヶ月後ぐらいに、その事件を、なんか特に友人じゃねえな、事件を起こしてしまった子に許可を取って、まだ動画を撮ろうと思うんですけれども、今日は日々のストレスを発散すべくコストコで学会してきましたので、楽しく紹介していきたいと思います。まずこちら、今日もお菓子界で52番目が好きなアポロです。最近コンビニ行ったら別に食べたくもないわ、間違いやな。アポロの気分でもないのにアポロを絶対買ってしまう病気になっていて、なのでちょっといちいち買うのもったいないなと思ったので、この大容量のアポロを買いました。たくさん、あのさ、たくさん入っているので冷凍庫で冷やして、あの車乗るときに車に持って食べようと思います。冷凍庫で思い出したんやけどさ、この間私の一日中停電してた時があって、その時バタバタスーパー行ってランタンを5、6個買っていろんなところに設置してホラーナイトみたいな時間を過ごしたんだけど、ハロウィンを楽しもうとしている君たち、みんなで菓子を食い合って仮装してワイワイ楽しくやる、それがハロウィンだと思っているなら大間違いだ。本物の恐怖を味わえ。私のようにな、どこに行っても家が真っ暗だ、トイレをしてる時も風呂に入っている時もな。だから話は家が停電になってからだ。あ、次にこちら、これはドッグドルのおもちゃです。マロとモナはこういう音が鳴るおもちゃが大好きなの。バリ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 音が鳴るおもちゃが大好きなので、しかもか可愛いし買ってきました。はい、このピザとさっきのコーラと、これははずいけどコストコって書いてあるやつと、これさ、ひよこんちだけなのか知らないけどさ、ドッグドルのおもちゃとかがさ、すぐ臭くなるのよ。なんかおしっこちょっと踏んだ足とかで踏みまくったりさ、噛みまくったりするから、ちょうどおもちゃくっせえなと思った時だし、ちょうどいいやと思って買いました。はい、お次にこちら、ワンちゃんのなんかお布団みたいなやつを買いました。ヒヨコは絶対に成人向けに作られているわけではなかろうものが大好きなので、たーらーん、こういうワンちゃんのブランケットとかでっかっ、ちょっとでかすぎて邪魔なので返品しようか迷うぐらいなんですけれども、なんだかここにチャックがついていて、これを開けたらもっと大きくなるよみたいなやつなんですけど、おい分量足りてねえんだ。ヒヨコの身長でちょっと小さすぎるんですけど、ソファーでうたた寝しちゃうこととか、なんならもう夜ここで寝ちゃうこととかがあるので、これを下に置いておいて、もう無理、寝室にはいとられんっていう時にこれを使おうと思います。じゃあ次にこちら、いやどういうつもりと思うかもしれないんですけど、そんなに歯ブラシを手に何をするつもりだと思うかもしれないんですけれども、いやもう本当に家によく友達が泊まりに来るんですよ。なんか一人が好きなんだ、一人も好きなんだけど友達がいないと寂しいみたいな、そういう厄介な性格なので、よく家に呼んでしまうんですよ、友達を。その友達に、あ、やばい、歯ブラシ持ってくの忘れたって言われることが多すぎて、じゃあ私が準備すればいいじゃないかと、そういう思考回路に至り、前回も歯ブラシ買ったんですけども、その歯ブラシが全部なくなったので、じゃあシュミテクトの歯ブラシを買ってきました。これからヒヨコの家に泊まりに来るモノデル、安心しろ、歯ブラシは腐るほどあるからな。お次にこちら、ぜんざい。ばあさんかなと思っているそこのあなた、まあばあさんでも何でもいいんだけど、ヒヨコぜんざいがすごく好きで、じゃあこれもねまた違うんだよ、なんか言った後に絶対違うんだよって、ヒヨコ嘘つきすぎじゃない、第一声目。そんなにぜんざいは正直言って好きじゃないって、なんで買ったのってなっちゃう。そしていろいろ説明しないといけなくなるから、でもいや正直に言うね、そこまで別に好きではないの。お餅が大好きなの。じゃあお餅だけ買えばいいじゃんと思うの。違うのよね、このぜんざい、あんまそんなめちゃくちゃ好きなわけではない、この小豆の中にある餅がうまく感じるのよ。餅だみたいな、やっとだ みたいな感じ。なんか申し訳ないね、ひたる役みたいになってもらって。あんこは好きなんだけど、こういうなんていうの、小豆、小豆っていうけど、こういうの小豆はあんまり好きじゃなくて、まあ、でも全然嫌いじゃないし、むしろ好きなので買ってきました。今回ねコストコ行ってこれが一番テンション上がった。ぜんざい、ぜんざいってめちゃくちゃめんどくさいじゃん、準備するのとか自分で作ることとか多分生涯ないと思うし、でもこれ電子レンジでチンすればすぐ食べれるやつなのでいいなと思って買いました。お次にこちら、めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、チルアウト、めちゃくちゃ恥ずかしいとか言ってはいけませんよ、片身としてね。チルアウトっていうやつを買いました。なんか前友達と温泉に行った時に、ジュース飲もうやってなるじゃん、大体風呂上がりってめっちゃ喉乾いておけんや。で何にしようかなって、なんかその自販機見えたらチルするっていうポップが目に入って、チルすると思いよったら、なんかこのジュースのなんかなんていうの、
宣伝ポップみたいな感じだったんですけど、これはもっとチリするみたいなキャッチフレーズがあるんですよ。ちょっと本当に何言ってるのって感じだなと思ったので買ってみました。飲んだことないのでちょっと飲んでみます。1本だいたいさ、これ飲んだことないようなものをコストコのサイズで買うのがすごいよね。せーの、チル。あ、なんかアクエリの炭酸入りみたい。アクエリじゃないけど、なんだろう、スポーツドリンクの炭酸入りみたいな味する。お次にこちら、ミューズのなんかミッキーコラボのやつを買いました。じゃん、可愛くない。この多分手を触れないでもこう自動で出てくるってやつなんですけど、あ、電池がいるということで、この間ランタンを買った際に、ね、大量に電池を購入させていただきましたので、電池の心配は無用と。なんか結構石鹸とかを出すときに上をいちいちカチカチするのが本当に嫌でストレスだったんですよ。よくよく考えれば、これを見た時に思い出したんだけど、それ嫌だなと思ってるっていうことをね。それこれでヒューが二度とポンプに触れることなく手を洗えるということで誠に嬉しい。しかも可愛くない、普通に。はい、お次にこちら、コストコに行くたびに買うか買わないかいつも迷ってるやつなんですけど、バラエティボックス4種アソート、これを買いました。ヒューゴは朝ごはんを食べないことがすごく多くって、でもフルグラとか好きなんよ。これが家にあったら食べるかなと思って、この4種セットのやつを買いました。なんかちっこくて可愛らしいというか、なんかね、フルグラとかを買ったら、でかすぎて、なんか上のチャックを閉めていても、なんかちょっと時間が経ったら、なんていうの、中がちょっと汚れているんじゃないかみたいな不安が来て、食べたくなくなってしまうんですよ。でもこういう個包装のやつだったら全然問題ないっていうか、ね、ゆっくり自分のペースで食べられるのいいなと思って買いました。お次にこちら、プチッと鍋4袋入り3種アソート。これは自分のために買ったわけじゃなくて、友達にプレゼントしようと思って買ったやつなので、説明を省かせていただきます。お次にこちら、チョコチップを買いました。でも前ね、何かの動画で言ったことあると思うんですけど、チョコスプレーあるじゃないですか、カラフルなチョコ、パフェとかにかかってるやつ、あれが大好きで、あれをねスーパーで買って食べていたんだよ。そしたらリスナーさんからですね、それ食べるのマジやばいっすよみたいに言われて、従々にねやばいんだと思って食べるのをやめたんですよ。でもこういうなんかちっちゃいチョコ、噛み応えがあるチョコは大好きなので、これ買ってみました。今日がね、アメリカ産みたいな、もうくっどい甘いチョコレート、ミルクチョコレートが好きなんですけど、このチョコレートチップ、チョコレートチップは、なんか、ね、そこまで甘いわけではない。でも苦くもない。だけど、ビターな風味がする。そういったチョコチップになっておりますので、はい。そして次にこちら、シックイントゥイション。このなんか軽装やつ、もうこれが一番いい。いろんなやつ試したんだけど、これが一番剃れるし、肌が、でね、肌が傷まないっていうのはね、違うわ。腕にブツブツできるから、私これで剃ったりとかしたら、肌が傷まないっていうのはちょっと間違いない。髪剃るは全部傷むと思うんだよね。とりあえずこれが一番スルスル剃れるので、これをいっぱいとか買ってきました。さあ、次にこちら、消臭抗菌靴スプレー。これなんで買ったかというと、この間自分の靴下がめちゃくちゃ臭かったからです。でもなんかさ、マーチンとか履く人は分かると思うんだけど、革靴ってめっちゃ臭くならない。なんで素敵なレディーになるためにこちらの消臭靴スプレーを買ったんだけどさ、なんかまあこんなこと言ったら本末転倒なんだけど、なんだろうね、こういうのをコストコサイズで買う必要があるのかという、靴を100足ぐらい持ってるなら別にいいんだろうけどね、なんかスーパーで1個とかでいいんじゃないっていう感じではあるよね。で、お次にこちら、バスローブを買いました。結構昔バスローブをプレゼントしてもらったことがあって、それを買ってもらって使った時にすっげえ良くて、ヒヨって風呂でなんていうのする行い全部嫌いなんですよ。洗うことも嫌い、体拭くことも嫌い、髪乾かすことも嫌い、スキンケアも歯磨きも全部嫌なんだけど、その中の一つが解消されるわけですね。これを使うことによって体を拭かなくていいんですよ。これ巻いて出ればいいの。ヒョウがズボラくんなのでめっちゃいいじゃんと思って2個買いました。そう、次にこちら、なんかアナ雪のいい方の男みたいなデザインのこちらのバスローブじゃない、なんだろうな、ブランケットを買いました。めちゃくちゃでかいやつ。やっぱ真冬になると暖房つけててもちょっと寒いだろうなと思ったので、こちらのでかいサイズのブランケットを買いました。もっふもふなの、ヒヨがふわふわでもちもちでモフモフなものが大好きなので、ソファーの色とちょっと合うかなと思って、この茶色グレーみたいなやつを選びました。で、最後から 1,2,3,4,5 番目にこちら、匂いぽいっていうゴミ箱を買いました。これはなんで買ったかというと、マロちゃんとモナの、トイレシートをね、ゴミ箱に捨ててたらめっちゃ臭くなるの。でもいちいちビニール袋に、なんていうの、入れてキュッてやったらビニール袋めっちゃもったいないし、どうにかならんかやと思ったら、これがめっちゃ良さそうだったので、これを買いました。はぁ、ドックドゥル、たくさんうんこするくんなよ。そしてこちらの、タラバガニ、これタラバガニ、ボイルタラバガニハーフポーションってやつ。
茶を買いました。今日はカニが大好きなので今度もっぱんしようと思います。あとこちらの何鳥どこ産の鳥か知らないけど国産品富士緑っていうやつを買いました。本当はさ、なんかみんながコストコで買う、なんだ、お花じゃねえよ。あの、鳥あるじゃない。なんとか鳥みたいな。そう、なんとか鳥だろうな、鳥だから。まあ、それを買いたかったのに、ヒョウはいつも久山のコストコなんかなくない？あるの？知らないけど。なんかなかったんで、こちらを買いました。で、あの、ちょっともう重すぎて動かせないんですけど、トウモロコシの被疑者6個入りとオルナミン C が大量に入ってるやつを買いました。以上！なんかこういう犬かいらないか際どいものを買うことで私はストレス発散できるので今回はいい旅となりました。近年まれに見るコストコ爆買いでめっちゃ楽しかった。ミッキーのやつが可愛いしさ、このワンちゃんも可愛いし、この匂いっぽいも嬉しいし、ぜんざいも嬉しいし、マロたちのおもちゃも可愛いし、すごくいい旅と、いい旅って何ですか、いい買い物となりました。それじゃあ今日はこれから地獄の収納タイムに入ります。コストコとかね、そうイケアとかで買い物するとき何が一番大変かって、段ボールから私それを収納するときなんですよ。今から収納を頑張りたいと思います。皆さん今日も見てくれた本当にありがとな、本当にありがとう。いつもインスタとかツイッターとかでリップとか送ってくれてありがとう。全部見ています。本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あにゃ、早く寝ろ。本当に早く寝てね。